どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回は対談シリーズということで、高専で部活することに対してのメリットとデメリットを紹介していきたいと思います。お客さん呼んでおります、高専テクノゼミの川野くん、よろしくお願いします。今回ね、いい感じでね、なんて言うんだろう、こう打つというか、まあ、僕たち多分部活がっつりやった、もしくは部活してないけど課外活動めっちゃ頑張ったみたいな二人なので、まあ、結構いろんなコメント多角的に見れるんじゃないかなって思います。今回よろしくお願いします。お願いします。ということで、この二人でお届けしていきたいと思います。じゃあまず早速メリットの方から紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目、まあ、部活するって言ったらまず一つ目メリット、上下の人脈ができやすい。これどうでしょうかね。めちゃめちゃでかいです、これは。本当にめっちゃでかいです、これ。なんか頑張って課外活動とか、なんか川野くんみたいにいろんなね、なんかいろんなフットワーク軽めていろんな活動しなくても、部活にいるだけで上下関係ができる、上下のね人脈ができるっていうのは結構大きいですよね、やっぱり。めちゃめちゃ大きいです。過去問をなんか融通してくれたりとかありますよね。そうですね。だって間近でその先輩が編入試験だったり就職試験だったり、ね、そういったのをなんか取り組むところを間近で見れる情報が入ってくるっていうのは、いやこれは大きいですよ。これメリット一つ目かなって思って挙げさせていただきました。コメントありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっと次見ていきましょう。デメリットもありますね。交互に一つずつピックアップしていこうと思います。じゃあデメリット次こちら、試合と試験期間かぶる。いやこれちょっと許せないんですよ。どう思いますかこれ。許せないですよ、これはマジでかわいそうだなって思って、部活しない側は悠々と勉強してますよ。ですよね。周りの友達見てたら大変そうでしたか、やっぱり。いや大変そうでしたよ。僕はもう数学のワーク2週目差し掛かってるのに、なんかめっちゃこうトラックを走ってるとか、すごい大変そうだなと思いました。そうですね、はい、そうですよね。なんかテスト週間なのに放課後ね、なんか友達と教室で勉強してたら、ちょっと外ね窓見たら、俺なんか走ってるぞ、え今テスト週間じゃない、みたいな、試合が近いんだってさって、ね、噂で聞くわけですよ。これちょっとねデメリットの一つかなって思います。僕自身すごく苦労したというか、なんか嫌な思い出しかないですね。まあちょっと次見ていきましょう。まあこれ両面性あってですね、まあ、次忙しいとね逆にかえって効率的になることもあるんですよね。まあ部活してないからって時間あると思うんですけど、だからといってその時間勉強するかって言ったら、全部の時間を勉強に当てるわけじゃないですよね多分。これちょっとコメントいただきたいんですけど、やっぱり、ね、部活してないからといってそうじゃない時間全部フルで勉強してたわけじゃないですよね、やっぱり。全然違いますね、本当に。よく散歩とか何をしてたんですか。なんかもう全然なんか何も思い出がない時期もあります、ね。何をしてたんだろうって全く覚えられない時もあります。そこもやっぱデメリットの一つに入りそうですね、まあ、逆に忙しいと、まあ、逆にねせかせかやらないといけないって覚悟ができるから、これもいい面の一つかなと捉えることができます。それではデメリットもう一つ見ていきましょう。こちらです。勉強がねそもそも追いつかないとき、先輩になんて言って部活休もうとか、顧問の先生になんて言い訳しよう、ね、勉強をサボってたからって言い訳になりませんから、でも部活を休まないと留年しちゃいそうだってとき、まあ、ここちょっと折り合いつけにくいんですよね。なんか後輩とか同級生見てたらそんな人多かったんですよ。これ言い訳考えるの大変ですよね、これ多分。これはちょっと部活のちょっと良くないところで結構大きいところじゃないかなと思ってて、なんかあくまでこうスポーツのフィジカルを強くするためだったりとか楽しむためだったりとか、なんかそういう目的でやるべきなのに、なんかこう試験とかこう学生の方もやっぱ勉強じゃないですか。ああ確かに、そこがこうないがしろになっちゃうようなちょっとなんか体制というか、なんかこう雰囲気がちょっと良くないなっていうふうに思うので、そこはちょっと僕はかなりここは問題視しますね。ああ確かに高専生のキャパに頼りすぎちゃってますよね、なんか、みんな高専生だからいけるよね、じゃあ練習しよっかみたいな、ここねちょっと優先順位考えないといけないなっていうのと、部活を休む敷居をもうちょっと下げてあげた方がいいのかな。下げてあげてください、本当にそこは。そうですね。でもねやっぱ体育会系サイドから行くと、そうちょっとねディベートになりそうですけど、部活の士気に関わるんですよね。そう、まあ、なのでそこは前もってね勉強してればできたのに、その個人的な怠慢で部活に迷惑かけてるぞっていう意見もあるんですよね。まあ折り合いつけてその都度解決していかないといけませんね。なるほど。じゃあちょっと次見ていきましょう。メリット3つ目こちらでございます。先輩後輩とのコミュニケーションをするので、そのねスキルを得ることができるんですね。ちょっとなんか川野くんにお聞きしたいんですけど、先輩とか目上の人と話すとき気をつけてることと、後輩と話すときに気をつけてること、まあ、人心掌握でもいいですし、ちょっとブラックななんかね、メンタリズムでもいいですから、なんかコツというか気をつけてることをちょっと教えてもらっていいですか。難しいですね。でもやっぱり自分は笑顔は一番大切にするかなとは思います。本当に目上の方、後輩目線にしたらもう友達全然関係なくなんですけれど、特に初めて会う人っていうのは特にその笑顔をしっかり自分の方からこうなんて言うんでしょう、心を開いていく、でそれは笑顔っていうのを形に出すっていうのはすごく自分は意識してます。
ありがとうございます、まあ、先輩後輩ってちゃんと尖った言い方をすると、僕だったらね何を気をつけてるかっていうと、先輩だったらやっぱり先輩って多分後輩によく見られたい、先輩として振る舞わなきゃって多分気遣ってると思うんで、やっぱり先輩いいお世話してもらったりとか、そのいいところ見せてもらった時に先輩さすがですとか、先輩頼りになりますっていう一言をきちんと添えて、まあちょっと関係をね距離をググッと近づけるっていうのはよくその気をつけてるところですね。うん、であと後輩くんは何か気をつけてるところあるかな。あんまり気を使わせすぎないというか、そうなんか話のトークのその占有率というか、話の発言数がやっぱイーブンイーブンになるように、なんか介護施設でおじいちゃんが話聞いてもらうような感じで、なんかベラベラベラって自分が話さないようには気をつけてますね。うん、すごくめちゃくちゃ気をつけてます。気づいたらねベラベラって喋っちゃってるんで、そう今みたいに、そうなので気をつけていきたいなって思ってますね。じゃあちょっとデメリット3つ目見ていきましょう。じゃあ人間トラブルのリスクやっぱあると思いますね。やっぱりね、人と人がね関わる上でやっぱり避けては通れない、いろんな人が集まりますからね。うん、まあ、強いては高専生同士なんでね、我が強いわけですよみんな。なんでここもちょっと気をつけないといけない、うん、と思いました。じゃあちょっと次見ていきましょう。メリット4つ目、就活推薦進学のネタになる、ね、これどう思いますか。いや強いと思いますね。やっぱりあの特に就活においてはその部活あのに何かこうしっかり打ち込んで、しっかりその上下関係もある厳しい状態の中で何かこう困難なことを打開したっていうストーリーはもう、あの会社の方々がすごく好むといいますか、そういうことをまさに聞きたいっていうところなんで、すごい就職とか、はい、あの推薦とか面接、うん、もう面接全てによってすごい有利だなと思います。あ、そうですよね。なんか就活関連でも活動なさってる川野くんには賛同いただけると思うんですけど、やっぱり人事の方にお話聞く限りだと、まあ、部活の話っていうのは結構興味を引くというかポイントが高かったりすると思うので、しっかりもし部活経験してる方はしっかりここをね、ちょっと持ってもいいので、ないことを言っちゃいけませんよ、うん、ちょっと持ってもいいので、まあ、いいように見せるとかなりポイント高いのかなってすごく経験上思いますね、はい、それじゃちょっとデメリット4つ目見ていきましょう。費用、時間、労力がやっぱりね必要になってきます。やっぱ部活用具とか高いところで言うとすごい高かったりするので、まあ、そこちょっとご家庭とかのね事情もあるので、そこも全部ひっくるめて今後の進路の兼ね合いとかもありますからね、うん、まあ、やっぱり大きい大会じゃないとやっぱり自費だったりするんですよ。なのでちょっと気をつけないといけないですね、うん、ちょっと次見ていきましょう。まあ、一番いいのが僕ね、あの思い出かなって思うんですよね。やっぱりお金で買えないものですし、今もねなんかああいうこと頑張ったから今も頑張れるなとか思い出せるので、これ一つ大きなところかなと思いますね、うん、まあ、もちろんね部活以外のところでたくさん思い出も作れるので、部活じゃないとできないよねってことはないんですけどね、うん、じゃちょっとデメリットを見ていきましょう。側権とか編入、まあ、両立するってなったらまあ難しいですよってところですね、うん、まあ、大体側権とか編入シーズンになると、まあ、先輩方だんだんね、あのお休みというか、あの部活出席しなくなります。やっぱりここはね、片方はしっかり捨てて片方しっかり取り組むっていう形を取る人が多いです。はい、それでは、まあ、最後ですね、部活最後メリットこちらです。まあ、先ほどちょっと話がありましたけど、過去問調達が大きいですね、まあ、ちょっと過去問先ほど出たんで僕がちょっと追加で言うのならば、教科書ですね。先輩から教科書そのままもらって学費がめちゃくちゃディスカウントになったりするんですよね、実は。あ、なるほど、そう、確かに、なるほど、そうそうそう、なんかもうこの教科書次の学年で使わないから、ちょっと谷口これ使っていいよって言ったら、あ、もうこれだけの教科書代ディスカウントですよね。教科書販売の時におじちゃんに、ちょ、この教科書とこの教科書持ってるんでいりませんって言ったら値引きしてくれますから、これかなり強かったかなって思います。そうそうそう、うん、これもまあいいところの一つかな、一つのコミュニティですからね、うん、まあ、大体こんなざっと上げてみたんですけど、こんな感じですかね、菅野くんどうですか、うん、いや、そうですね、もういっぱい突っ込みたいところたくさんあって、でもやっぱり思い出すごい過ぎなって思いますね、やっぱり。ああ、はい、そうですよね、なんかこのキーワード見た時にちょっとなんか僕はちょっと軽くシュンってなってました。あ、ごめんなさい。そうですね、まあ、いいとこ悪いところありますよね、本当に。僕もね、実はあの先輩との折り合いとかで部活離れてたりやってたりしていた時期があったんですけど、やっぱりですね、部活一時離脱してる時に考えたのが、やっぱり思い出とかやっぱコミュニティからの孤立感っていうのがちょっとあったので、まあ、部活の大切さ、威力っていうのはすごい身に染みましたね。デメリットもたくさんあるんですけどね、うん、まあ、川野くんのおっしゃる通りです。はい、ということで、まあ、まとめますとね、まあ、このままじゃちょっと収集つかないので、まあ、紹介して終わりかよ、どうにかしろよってツッコミが入るんですけど、でちょっと最後にちょっとまとめると、本当にキャパが、ね、あって、なるべく忙しくても自信が、ね、あるよと、こなせれるよって人はもう文武両道、まあ、ガチの部活に入ってバリバリこなしていただきたいなと思ってます。でちょっとね、せっかく高専入ったんだからゆるキャンパスライフ送りたいよと、でも部活のメリットも享受したいよねって思ってる人はやっぱりこれです。これね、ゆる部活ですね。僕ね、見舞してたんですけど、園芸同好会とか入ってましたね。入ってましたね。そう、なんやこのムキムキマッチョが、なんか植木植えとるでってよくね
指刺されてたんですけど、ムキムキマッチョのあの坊主頭の人が花を植えてるっていう超シュールな絵がありましたね。そうなんか丸坊主でなんかムキムキの人がよいしょよいしょね、お花ちゃんね、水あげましょうねっつって、なんかおい、なんか変なやつおるでみたいな。そう、そこでね、なんか違ったコミュニティとか異性とかのねコミュニケーションとかもなんか練習になったりとか、いろんな話題のがね仕入れてくるんでね、情報が面白かったかなと思います。そう、ゆる部活が一番コスパいいですかね、ぶっちゃけ。なんかそう、休める時に休めるし、出席欠席しても怒られないし、そう、来たい時においでみたいな。めちゃくちゃいいです。うん、まあ、そんな感じですね。なんか入部タイプラフっていうところも高専というか大学とか高専のねサークルとか部活の特徴だと思うんで、中学校の時と比べてね、なんか、なんか数字通せや、なんか入ったんならば卒業までおるのは当然だよなみたいな風潮は、まあ、薄れるかなっていう感じなんですよね。だから中学校の時の窮屈さってありませんでした？なんかもうなんか退部したらちょっと噂になるとか、うんうんうん、やめたらしいよあそこみたいな、うんうんうん、って比べたら高専はそこの敷居ってだいぶ低いですよね。どっちかというと低いと思います。中学校とかはもう基本的にみんなは何かの部活に所属してることが当たり前だと思うんで、高専全然そんなことないんで、そうなんか入ってなくても全然いい、 OKOK だし、なんか入部退部してもへえそうなんだんぐらいなんですよね、話のなんかトピックとしては。そうっていうところが一番の特徴かなって思うんで、皆さんぜひともね気軽にいろいろね試してみてほしいなって思ってます。今回ね、あの愛の手というかコメンテーターありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回は高専の部活に関してメリットデメリットということでお話しさせていただきました。こちらの動画は、高専受験のための学習塾 PDCA スクールと高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルと高専テクノゼミの川野くんでお届けしました。今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでこちらの動画締めていきたいと思います。それでは掛け声よろしくお願いします。あなたの選択肢に高専を。はい、ということでありがとうございます。いや、今回も楽しかったですね、お話。話しすぎますね。そうなんですよ、これ実は3本目でね、なんか、うん、そう、これぐらいの時間では終わろうねって話してたんですけど、もう今30分ぐらいオーバーしてますね。40分オーバーですね。本当だ。そう、まあ、このぐらいね、高専に熱がありすぎてね、あの話しちゃうんですね、毎回。そうなんですよね。しかもなんか勉強とか進路とかキャリアとかもなんかもう全部話しすぎちゃいますよね、圧倒的に。なんかね、もっと絞って動画にすればいいのに、なんかあれもこれも話したいことが出てきちゃうからね、なんか毎回カレーライスみたいな、カオスみたいな状態になりますね、動画が。いや、あの準備するときは、これかなり少なめだろうなって思いながら準備するんですよ。なのに、気づいたら30分動画撮り始めて立ってるっていうのは、ちょっと今日も起きたんで。あ、そうですよね。なんか、なんて言うんだろう。なんか、山の上の頂上に風船持っていったらめちゃくちゃ膨らんで、わあ、これ破裂しそうだみたいになっちゃいますよね。なんか、そう。確かに。まあ、ということで、今後もね、こういった話をどんどん投稿していきますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず高専テクノゼミですね、高専テクノゼミは高専の進級大学編入のオンライン塾でございます。こういう高専生活の細かなところまで、ご指導といいますかアドバイスに乗れるのが高専テクノゼミならではなんじゃないかなっていうふうに思います。理由はすべて高専生卒の講師が指導してるからですね。ですので、もしなんか本当に勉強に限らずですね、高専に関してのご質問等あればコメント欄のリンクにお問い合わせいただけますと幸いです。以上です。ありがとうございます。いや本当にありがたい存在ですよ。なんかどれくらいありがたいかっていうとね、もうレタスキャベツ専門の八百屋さんですぐらい尖ってますから。そう、そのぐらい専門ですからね。どんだけ尖っとるねんって。いやもう本当アイスピックかぐらいね、尖ってますから。皆さんぜひね、この塾ねぴったりかも、留年しそうだ、もっと上目指したい、編入したいっていう方ね、ぜひともお問い合わせください。皆さんのことお待ちしてます。はい、それではこちらの宣伝させていただきます。教材のご紹介ですね。高専の数学テキストの教科書ガイドということで、こちらの青い教科書と青い問題集、新しくね版が変わってしまったので問題の種類が変わってしまいました。でこちらに関して全ての問題ですね、余すことなく詳しく解説しています。 PDF ファイルでですね、全てご用意していて皆様にお届けする形になっております。こちらの、オレンジと緑ですね。そう、こちらの微分積分とね、線形代数の方も4月からですね、こちらの1個先の改訂版の版になってますね。こちらも問題の値とかね、ちょっと種類が変
変わってしまったので既存のボランティア教材が使えなくなってしまいました。でこちらで略解しか載ってないとなかなか勉強できないという在校生の方向けに強力なサポートができる教材になっております。やっぱりこの課題が出た時とかテスト前とかに活躍するかなって思いますね。カノ君とかもやっぱり既存のボランティア教材とか使ってて、ちょっとこれ分かんないかなとか、ちょっとこの B 問題あれこれどうやったっけって思った時にちょっとなんか略解だけじゃ困った経験ありますかね。やっぱりめちゃめちゃそれしかないですね。それしかないのかよ、嘘でしょ。いや、僕その最初から 100% 理解できてるタイプ、その天才タイプじゃなくて結構努力でその時間をかけて勉強するタイプの人間だったんで、それこそワークとか教科書っていうのはめちゃめちゃ時間をかけてやりました。で分かんなかったところはそれこそボランティアで上げてくださってたところがあったんで、それをめちゃめちゃもう血眼になって見てましたので、最近それ書いて変わったっていうのはすごいかわいそうだなっていうふうに思ってたんで、すごいこれは助かるんじゃないかなと思ってます。あ、やっぱりですね、スポーツも勉強もお手本あってのことだと思います。やっぱり模倣模倣、まねっこまねっこ、模倣まねっこの連続で皆さんの学力、数学力、物理の力っていうのはどん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 上がっていくと思うので、まずはそう高専関係者が全てね揃っていて、その人たちが書いたこの教材でですね、お手本をまずまねっこして皆さんのユニークさを混ぜていって、どんどん学力をね切磋琢磨していければなと思っています。それではちょっと次のお知らせです。こちらは先取り学習差別化計画パックという教材になっています。こちらはですね、4月から新入生向けの講座で、3月31日まで、あともう少し締め切りなので、気をつけてください。そう、あとね、そうです、やばいです、1週間ぐらいなので、まあこれいいところが、まあ、ずっと見れるってところなんですね。土日とかですね使ったり、夏休みとかもね、あ、ちょっと後期の内容全部やっちゃおうかなってなった時、今からでも全然遅くないですので、ぜひともお買い求めください。数学、物理、英語、プログラミング、科学、物理というふうに、まあ、ほとんど主要科目揃ってますから、しかも格安ということで、おすすめです。高専のカリキュラムにのっとってますからね、皆さんのための教材です。それではお次です。来年度向けのね、高専受験生の、まあ、その受験シーズンというか、まだまだかなって思うんですけど、もうですね、日程とかも決まって話が進んでいます。なので、まあ、やっぱりいろんな動画がある中で、え、私どれ見ればいいのかしらってなっちゃうと思うので、まあ、800本900本のうち、あなたが見るべき、4月5月に見るべきはこの動画ですよというふうに、まあ、配信したり、僕がテキストでちょっと簡単な文章ですがね、お知らせでできたらなと思ってますので、こちらの高専に行きたい、令和5年度受験生向けということで、 E メールマガジン登録進んでおります。コメント欄だったり概要欄でお申し込み受付中でございますので、よろしくお願いいたします。それではお次ですね、こちらの先ほど紹介があった教科書ガイドの、映像講座バージョンの春季講習ですね、こちらも3月31日までの締め切りとなっておりますので、ご注意ください。それぞれ1講座ずつ5000円で、ダブル受講でですね、ちょっと2スライド先の話なんですけど、ちょっと見ていきましょう。1万円分受講すると無料で8000円分の教科書ガイドをゲットすることができます。なのでこちらね、ぜひぜひご利用していただきたいですね。でちょっと1つ前戻っていただいて、まず最初に概要をつかむ、全体を見渡して今自分が何を勉強しているのかということを確認できるように、まず聞くエクストリーム授業、それぞれ1単元ずつ、1、2時間ずつ設けてご用意しております。その後にそれぞれの単元別、領域別の、まあ、細かな授業というのをご用意しております。そのような、ね、形の講座になってます。でちょっと違った目線から次の話で、先取り学習の、ね、ちょっと一瞬だけ紹介させていただきます。まあ、こんな感じの目次というかメニューになってるんですね。まあ、例えば英語はもう5年分全部の英文法を勉強できます。で例えばこちらの数学だったら、1年分1年生で勉強する基礎数学、全ての範囲を網羅しています。かなりおすすめですね。でプラスアルファ、高専によってムラがあるんですけど、その AI とかでよく使う統計学の基礎、例えばデータ解析ですね、こちらの、ね、教科書基礎数学の範囲に入ってないんですけど、例えば分散とか、共分散とか相関係数とか、これね実は AI をね、今最近流行ってますよね、 AI 分野、これちょっと研究分野にしようかなって思ってる方、そう 3,4 年生で統計学をね学んでいるようじゃちょっと遅いかなと思うんですよね。なるべく早めに1年生2年生のうちからデータに関する基礎分野、統計学の助走期間として、こちらのデータ分析特典追加コンテンツとしてお付き合いしております。ぜひとも AI に関係する研究したいなとか興味がある方は、こちらのデータ解析の追加コンテンツもぜひとも無料でお付き合いしてますのでご覧ください。はい、ということで、まあ、こんな感じで300人以上受講中、かつレビューもたくさんいただいております。まあ、こちらの先取り学習差別化計画パック、あと1週間ですので、お忘れなくよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、最後にね、もう一回ちょっと見ていただきたいんですけど、こちらですね、実際この内容ちょっと見てもらいたいですね。こんな感じでカラフルにですね、でかつ、まあ、実際に手書きで、まあ、職人気質でね、細かいところもコラムも載せながら皆さんと一緒に勉強できるようにテキスト書いておりますので、こちらかなりおすすめな教材になってます。ぜひともこちらですね、格安で、巷のね、なんか教科書ガイドって1冊4000円とか3000円しますけど、まあ、それの半分ぐらいで皆さんにお届けできるかなと思ってますので、よろしくお願いします。で最後にちょっとね、ざっと見ていきましょう。こちらの英文法長文プラチナトレーニング4高専生春季講習14日完成ということで、こちらの講座もぜひぜひこちらお申し込みお待ちしています。まあ、やっぱりですね、高専生一番ね、TOEIC ネックになってるんじゃないでしょうか。やっぱり一般科目のサ
ポートっていうのは手厚いとは言えないんですね、実際の現場を見てみると、うん、でちょっと次見ていきたいんですけど、まあ、デイ1からデイ14までやっぱりこの一個一個ね単元をさらっていくという形なんですけど、これはですね先取り学習で大体基礎ができている前提で進んでいますので、まあ、結構込み入った話とかちょっと重箱の隅をつつくような文法事項の講義になっています。で次ですね、長文特訓次第と書いてるんですけど、やっぱり文法だけの勉強しているようじゃやっぱり実力は上がらないので、こちらの長文特訓、どこが主語でどこが動詞で前からどうやってスラスラ読むのかというところをデモンストレーションしている動画になっています。こちらも文法事項の授業と合わせてご活用できるように無料でお付けしていますのでご活用ください。でプラスアルファ先取り学習も取ってないけどこちらの講座で頑張りたいという方応援キャンペーンで、こちらの先取り学習の英語の部分だけ、お裾分けということでこちら特典で付け加えております。ぜひともご活用ください。はい、ということでこちらですね、なるべく暗記させない、きちんと説明するということで覚え方理解の仕方、これらを英文法で逃げずに解説しているこちらのプラチナトレーニング、ぜひともご利用ください。なかなかとすいません、僕もね口が疲れますね、はい、ということで最後、そうなんか毎回思うんですけどなんかもう落語家みたいになっちゃってますよね。なんか他の人は ありがとうございます。本当落語家の人はこれを一人でね公演でやるって思ってるんで、そのプロとしてすごいなって思いますね。ということでは今回はですね、研究生選びということでお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回はこちらの2団体でお届けしました。高専教育へ入り口サポート出口サポート、それぞれの2団体でお届けしました。それでは今回研究生選びのコツということで、なかなか内部にいないと知り得ない情報などをお届けすることができたのではないでしょうか。ぜひとも今後の進路選択、キャリア形成にお役立てください。それでは締めていきたいと思います。掛け声よろしくお願いします。あなたの選択肢に高専を。PDCA School. Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.